こんにちは。太陽もずいぶん西の方に傾いてますが、ここは JR 西日本山陽本線の終点、や山陽本線の終点ではないんだけど、 JR 西日本の終点下関です。東京から寝台車などが多くやってきていたようなところでもあり、これより先は JR 九州になります。1942年、戦時中でしたが、明るいニュースとして東京からずっと直通し九州まで列車が走れるようになった山陽本線下関門司間の開通、まあ、正確に言うと代理だったと思いますが、その開通が大変大きなニュースとして伝わりました。そして現在までその山陽本線は長らく物流の要として活躍をしておりますが、その下関と門司の間を歩いて移動することもできるようになっています。今回はそれのご紹介をさせていただきますから、よろしくお願いします。ちょうど今こんなことが書いてありますけど、下関へようこその右のところ、関門トンネル開通60周年、まあ、60年じゃなくて本当はもっと古いわけですが、もう戦時中に開通したんだから、多分関門間に陸路での移動が確立したのは今から76年前のことだと思いますけれど、まあ、このようなこの人道は開通して60年だということです。人が歩けるようになって今年で60周年目という意味です。下関の駅前はこんな感じです。山口県で一番大きいところ、後ろのあの建物が何だか分かんないんですけど、なんかありがたいような建築に見えますけど、まあ、多分ありがたいものではあると思うんですが、まあ、割と最近に作ったものでもあるはずです。こちらにはバスがひしめいていますが、どうも関門トンネルのですね、人道の入り口のところまで歩くと43分だそうでして、タクシーだと10分だと、そのように書いてありました。下関の駅は昔作られた感じで結構ね、いい雰囲気の駅だったんですけど、なんか放火かなんかで燃えてしまいまして、燃えたことがきっかけで新しく作り直さざるを得ませんので、随分と綺麗な下関駅に生まれ変わったわけです。まあ、大体これぐらいでいいかな。海峡夢タワーとかいうところに、ね、こう登りますと、下関とそれから関門海峡の夜景なんで、これまた美しく見られるんで、まあ、行ってもいいかもしれないけど、そこに行くか、まあ、それかそのまんまタクシーに乗るか、今から私の気分次第としたいと思います。変換っていうのか、あ、これか、はい、チェンジされてます。その向こうが春盤路です。はい、こっちは赤間神宮ですね。赤間神宮です。あ、これの隣にあったんだ。結局あんまバスとかそういういいやつがなかったんで、タクシーで来ました。で、1400円ぐらいでした。そこまでは高くなかった。昔ここも紹介しましたけどね、懐かしいところですよ。ここが関門海峡です。実は関門海峡って狭いんですね。もうたったこれだけですから、前にも言いましたが泳いでも行かれそうな感じ、まあ、ただですね、この寒いので泳いでなんか行ったら低体温症になるだろうし、それから意外と潮の流れがこの辺りは速いのでちょっと厳しいかなというところです。実際のところは源平合戦の時に壇ノ浦の戦いをやったのもここでして、最初兵士がちょっとだけ押していましたが、源義経はそんなことも最初から織り込み済みで、ここで潮の流れが変わったら一気に攻勢に転ずるぞ、実際に豪になってから潮の流れが変わって一転攻勢というわけで、見事源氏の勝利。平家はですね、お船の掃除をして、最後じゃあ船の上ではい切腹じゃということをやって、お亡くなりになり、安徳天皇ご一行もここで押し済みになられ、ただし安徳天皇のお母さんの誰でしたっけ、忘れちゃった、名前が出てきませんけど、安徳天皇のお母さんはここで髪が長かったのでこうやってこう絡め取られて助かりましたみたいなやったのも全部ここです。ここが壇ノ浦ですが、あちら側になりますと九州は北九州市福岡県になりまして、もうこのように近いんですね。あれ九州でこっちは本州ですよ。こんな簡単なところなんですよ。でまた見ていただきますと、あそこにありますのはあれは中国か韓国かどっちかな、多分韓国でしょうね。外国の貿易船が見えます。この綴りは多分韓国でしょう。ちょっと読めませんけど、うん、間違いない。ハングルが書いてありまして、多分ここには太極旗が、日の丸がなびいてますけど太極旗はないみたいだけど、まあ韓国の船だと思われます。関門海峡はかなり重要なところでして、国際貨物船もたくさん通るようなところです。なんたってここを通らなければ日本の南側に向かうことはできません。まあ、ここかもしくは津軽海峡しか本州に切れ目はないわけですから、まあ、大半の船がですねここを通らざるを得ないということでして、非常に重要な船の通るルートにもなっております。こんなところ泳いで通ったら船にぶつかって大変なことになるでしょうね、多分。それから先ほどここでタクシーで来るときにご覧に入れました、ちょっとしっかり映っていませんでしたけど、昔ながらの建物、春帆楼とはこれですかと私が運転手さんとお話しているのを聞かれたかもしれませんけど、春帆楼というのは、日清戦争の講和条約にて日本が清国に対し締結させた下関条約、そこでは多額の賠償金を支払う云々とかですね、不平等条約、治外法権同行とか、そういったことが定められまして、それを清国の李鴻章が認めさせられたのがあの場所になっておりまして、日本史の資料集なんかではその
下関の、春帆楼の豪華な内装と、そこで伊藤博文と李鴻章だったと思いますが、それぞれがこう講和条約にこう調印するようなそのシーンが、そこに描かれているようなこともあります。それからあっちを見ていただきますと、これはまた別ですが、あのですね、恐れ多くも長州藩ごときがあの大英帝国様にですね、あの戦争を挑んだあの下関戦争ね、まあ、本当にこうよく今の、ね、時代からしたら尊王攘夷なんてバカバカしいことやってたなって気がするんですが、あの当時はそれで通ると信じ込まれてましたので、あそこにですね、ご立派な大砲がずらりと届きもしない大砲が並んで、そして頑張って、敵国のですね、あの辺を通るイギリス軍に大砲を撃ってみたのですが、まあ、弾は全然届かず、うん、残念無念、やっぱり尊王攘夷なんて無駄なんだ、そういうことが露呈した、ようやく露呈した、まあ、そんなあのその地でもあります。だから下関戦争をやったり、壇の浦の戦いやってみたりとか、それからそうかと思えば春帆楼で日清戦争の講和条約云々とか、ここはかなりの国際都市なんですね。今もまた向こうの方から、おそらくは韓国方面から来たと思われる貨物船が来ます。あっちもそうでしょう。そういうところなわけです。で、今回の動画はいろいろあちこちね、広島とか岡崎とかもっといろいろ訪れましたけど、何の動画を出すのかって、実は九州旅行の動画だったんですね。だからここまではただ往路に過ぎなくて、ここからは九州の動画のまあ第一歩ということになるわけです。関門トンネル、これを抜けて九州方面まで向かいますが、九州へのそのアクセスの道として下関と門司のその関門間の連絡には今でも昔ながらのフェリーが残っている他に、この高速道路の通る関門橋と、この下に通る3本の海底トンネル、新幹線用の新関門トンネルと自動車用の関門トンネルと、それから鉄道用の1942年開業の関門トンネルに、それに加えて人間用の関門トンネルもあると先ほどお伝えした通りです。そこのエレベーターから地下50メートル深くまで潜っていきまして、関門海峡は浅いので、それであとは歩いて通ることができるようになっております。関門トンネルはもともと九州とそれから本州との間、その大変需要の多いところにもともと鉄道連絡船船しかなかったので、それじゃあまりにも足りなすぎるということで建設が決定されたわけです。当時は単線トンネルでしたので、線路は1本ずつ掘られているんですが、1939年に着工ということになりまして、関門隧道建設の日と書いてあります。当時の建設大臣の何か言葉もここにしたためられています。なんか書いてあるな、ちょっとだけ見ますが、関門海峡早友の瀬戸はその幅わずか700メートルに過ぎないが、瀬戸内海の咽頭部に位置するため潮の流れが速く、本州と九州との隔たりを一層遠いものにしていた。これを海底隧道によって直接結ぶことは国民の久しく念願していたところであって、自動車交通の発展に伴いうんぬんかんぬんと、まあ、書いてあります。まあ、これあれか、当時の建設大臣ではなかったようですね。まあ、それは違ったようですけれど、まあ、こんな感じで関門トンネルが開通して初めて通過した特急列車富士号、それがですね、一面に掲載されて、当時1942年は戦争戦局も次第に悪くなり始めていた時ではありましたが、しかして明るいニュースとして全国民の祝賀に包まれたようです。これがこの断面図です。今下関立港、下関人道入り口というところまで来ました。でこのすぐ脇に確か自動車用の関門トンネルが通っていたのかな、鉄道用のトンネルは少し外れていたような気がしますが、この赤いライン、これでもって深くまで降りてきました。トンネルが真ん中のところ一番深くなっているのは、万が一水没するような時にこの真ん中から埋もっていくようにと、確かそういう理由があったような気がします。違うか、排水ポンプのその兼ね合いなのかな。これでもって今このわずか700メートルの早友の瀬戸と書いてありましたが、このところこれをこう地下に潜って越えていって、そして反対側でまたエレベーターに上り、九州北九州市門司港に入るということです。他にもこのように自動車用のトンネルのところに縦坑とかこう垂直に出入りするようなトンネルがあります。これが自動車用のトンネルで、断面図はこのようになっていて、上の部分は換気用に用いられています。下がこのように人が通れるようになっているところ、つまり私たちの通っているこの真上には国道2号線が通っているというわけです。足元にこちら方面が門司ですよと、そういうふうに書いてあります。自転車などは押して通行しなければいけません。走ることは許されていないわけです。ちなみにこちら側も国道の2号線、別に国道って自動車しか通らないわけじゃありませんから、このようにバッチリ2号線のマークが入っています。ここから唐突に歩行者用の2号線が始まるというわけで、なかなか特殊な表記です。開通で60周年おめでとうございますとか、なんとかいろいろ書いてあります。
ここはかなり長い間まっすぐ走れるような道になっているので、ウォーキングとかランニング、その練習のところとか、まあ、あとは何ですか、日々のトレーニングに使うような人も多いようです。だからずっと何往復もしているような人とか、それからここを通ってみたいという観光客の中には外国人まで見られ、結構人気の観光の名所ですから、思いのほか人口密度は高いものです。地上よりもより多くの人を見ることができるのがこの地下区間になっています。関門トンネルができたことによって船舶の使用がかなり少なくなりましたので、太平洋戦争のその運用にも実際かなり有利に働いたそうです。まあ、結局戦争に勝つことはありませんでしたけれど、しかしこの部分で大量に船舶を使っていた分、余裕ができたということは良かったことだと思いますし、それからここをトンネルという構造に選択したその理由の一つには、何か空襲爆撃などがあっても、特にトンネル自体は無事ですから、そういった場合でもそのまま輸送を続けることができるように、そういうメリットも見越してのことだったそうであります。実際長い間トンネルしかなかったのですが、ここに高速道路を作るというところになって、先ほどご覧に入れた吊橋関門橋という手段もあるわけです。しかしおそらく輸送力の大部分は今でも地下なのではないかと思います。もう今この辺り通っているここは間違いなく真上は海のところですが、それほどこの関門海峡は深くありませんので、そんなに深さはそんなに感じないですよね。下関から400メートル、門司から380メートル、このほぼ中心のところに福岡県と山口県の県境があります。こうやって上から見ると分かりますけど、いや昔もこうやって動画撮りましたからね、懐かしいですが、福岡県山口県とこんな風に大きく書いてあって、九州と本州の間をこうこのようにまたぐことができると、またぐからじゃあ何かって別に何もないんですけど、一応こういう風にまたぐことができまして、これから九州の旅の始まりというわけです。福岡県だどうこうとか書いてあるところにですね、前にはなかったものですが、本州と九州のこの関門トンネルが人道でしょうか、58年から60周年とそういうふうに書いてあるこんな看板まで立てられまして、なんかね、一層観光地としての知名度が向上していくんだろうなという感じ。だからここまでのアクセスは必ずしも良くはないようですけど、多分イカなのか、九州名物のイカと、それから山口名物のこれがあれか、九州はタコか、福とタコが一緒に仲良く還暦を祝っているようでした。なんだかんだ歩いていたら10分ほどです。それほど時間はかかりません。これで九州にもう入っていますから、あとは上に登れば対岸門司港です。門司港にはレトロないろいろ昔ながらの建物があります。こんな感じで国際都市としても重要だし、本州へのアクセス玄関としても重要な街でありますから、東京駅のような古いレンガ調の建物がたくさん残っているのも納得です。エレベーターもこんな感じ、昔からずっと使っているのかどうなのか分かりませんけど、かなり厳かな雰囲気です。非常時用はこの階段だと思いますけどね、万が一の時にはこれを開けて上に避難できるようになっているものと思います。それでは上がってきまして、こちら側が九州、福岡県北九州市門司港といえば門司港ですが、門司港はもうちょっとバスで行ったところかな、ここからのアクセスが特にありません。実はちょっとそれが不便なところでは特にないわけじゃないか、まあ、後説明します。さっきまでいたのはあちら側ですが、なんだったらさっきあっちにいたところまでズームアップすれば見えると思いますけど、ご覧になりますか。どの辺かな、多分ね、どっかこの辺にあるはずなんですけど、ちょっとごめんなさい、よくわかんなかったな。まあ、どっかの辺にある建物のところから地下へ潜って、そして関門海峡を今渡ってきました。それから反対側、この辺りですと下関の駅の方向も見えます。下関を出るときに海峡夢タワーというのがありますよとお話ししましたが、あれが駅から5分の距離のところでして、このように立っています。駅からタクシーで、まあ、10分ぐらいということで1500円ほど運賃はかかりましたが、まあ、大体こういう移動をしてきたわけですよね。今下関の駅の方から山陽本線はと言いますと、あそこからですね、少しこう回り込んできたこの辺りで海の底に確か潜るはずでして、こっちかな、こっちから潜ってんのかな、そしてね、この今関門海峡を今くぐり、そしてこのまま門司の方へ進んでいくというわけです。車で来るならいざ知らず、この場所へ公共交通機関で来るというのは少々不便なことです。下関駅側からもですね、タクシーで来た、まあ、ただし駅からだったらまだタクシーで来りゃいいんですけど、こっからだとタクシー乗り場とかそういう気の利いたものもありませんので、じゃあどうするかと、まあ、ところが一応バスはあります。バスは基本的に毎時53分の発車となっていますが、1時間に1本ですので、それほど本数はありません。でも幸いなことに私そんなこと何も知らなかったんですけど、たまたまですね、バスの発車の時刻がもうそろそろということになっております。だからちょうどいい、まあ、ここからなんていうことなく普通にバスに乗っていけばいいということでした。これ調べてなかったらね、ちょっと面倒くさかった、電話してタクシーを呼ばなきゃいけなかったですよね。これがこの関門トンネルの人道入り口、福岡県側の風景です。ちょうどここでまた来ました。これはモーニングクラウドって書いてあってよくわかりませんが、多分韓国の船なんじゃないですかね。ここにあるこういう大きな貨物船です。
ちなみに土曜日曜ですとこの場所へのアクセスの状況は随分と異なり楽になるものです。この観光トロッコ潮風号というのがありますけど、潮騒じゃなかったか潮風号だったか、これはですね、JR 九州の九州鉄道記念館という鉄道記念館のところから出発して、まあ、ほぼ門司港駅とイコールと考えていただければいいですが、そこから出発する、もともとなんか貨物列車がなんか専用線だったところを活用して使っている、そんな路線でございまして、これが土日祝日になりますと、トロッコ列車、観光用のトロッコ列車の運行ということになり、この辺りまでやってくることもできます。そしてそれに乗ってね、そのまままた九州方面、下関、じゃないや門司港の駅まで行けますから、鉄道の観光列車に乗って、しかもこういうところも見られる門司港観光のプランに一つ加えたいところです。これは土休日限定となっており、本日は平日ですのでバスを利用するしかありません。あと今からもうバスに乗りますけど、1個だけ取り忘れてたものがありまして思い出しました。これですね、船用の信号機です。今あそこに0とか矢印とか表示されていたんですけれど、あそこで船にいろいろと信号を送っています。0とあそこに出ているんですが、ちょっとこのビデオカメラでは矢印も0も表示が映しがたいようです。まあ E とか今出てるんですけどね、やってきた船にこのようにして進んでくださいねという命令を発しています。東京にもあのようなものは見当たります。バスに乗りまして門司港の駅に着きました。門司港の駅、今はまだねこれ完全にオープンはしてませんけど、リニューアルしましてこんな風になっております。これはまた後で紹介しますけど、これあれなんですよね、有名なんですが、文字ってバナナの叩き売り発祥の地と書いてありますが、そうなんですよね。まあ、それ以上のことは分かんないんですけど、今でもね、JR 九州の例えば鉄道イベントに行くと、なぜかバナナの叩き売りやってる、まあ、そういう今でもやってるんですが、ね、大量にこう仕入れてきたやつをこうバンバンバンこう売るみたいな、そういうことをまとまって売るようなバナナの叩き売りはここが発祥として知られています。あと文字という言い方なんですが、文字という人と文字という人がいますが、九州では文字とそういう風に呼ぶそうです。ここから来るとね、文字という人が多いんですけれど、どちらかといえば多分文字の方が多数派なのかな、どっちか分からなくて、私もね呼び方よく混じっております。門司港のその海岸のところまで来まして、向かい側に赤間神宮と、その脇にさっきご紹介した春帆楼も見えるはずなんですけど、ここじゃないな、これか、これ春帆楼の建物ですよね。反対側からもよく見えます。あちら側は完全に山口県下関市、こちら昔は福岡県の門司市でしたが、今は合併して北九州市になりました。門司港はこんな感じです。昔来た時のイメージはもっと綺麗だったんですけど、多分ヨーロッパに行って目が慣れましたんで、なんかレトロ感とかなんとか言ってもね、近頃ではそこまで単純には感動しなくなりましたけど、でもこれは日本の景色だっていうのはね、それを連想すれば奥にある山なんかと比べると、あ、確かに九州に来たなという感じがするし、それからだんだん今日が落ち気味ですんで、ちょうど夕暮れのところと、オレンジ色でたくさん彩られた照明、これがまた美しくて良いことです。ちなみにここなんですが、大連通りという道の名前がついていまして、こんな風にねプレートも下に埋め込まれています。大連とは何か、まあ、知ってる人は多いと思うんですが、中国の大連ですね、確かターリエンとかそういう風に、中国語では発音するらしいですけれど、昔はここから大連方面へ船が出ていまして、大勢そちら、中国大陸へ渡る人、まあ、つまり満州ですね、満州へ行く人たちがこの門司港から出て行ったということです。でこれもうちょっと進んだところには、その時満州の方面を送られた馬、それがですね最後に水を飲んだようなところもありまして、実際この門司港から第二次大戦の頃に、大連方面へ渡っていった馬で、このもう一度日本の地を踏んだものは、一頭としていなかったようですから、その慰霊碑のようなものも確かここに合わせて建てられていたように思います。今回はねそれほどまあ長いしてもしょうがないということで、次なる目的地大分県の別府まで向かってしまおうと思いますが、門司港もまあそれなりに時間をかけて見て回っても見応えがあるものがたくさんあるようなところです。まあ、特にうちのチャンネルではね鉄道マニアの方が多いと思いますので、九州鉄道記念館に行って蒸気機関車とか通勤寝台車とかそういったものを見て来られるのも面白いと思いますよ。こういう感じの建物いっぱいあるんですね。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど、つまり明治大正の時代から重要だった港だから、こういうものがたくさん残っているのも当然というわけです。ただ私はこれらの詳細についてはよく分かっていません。
見てみますと旧大阪商船の文字支店として建築され云々とかまあいろいろ書いてあります。これも登録有形文化財になっていて、あ、これはその大阪商船時代のあれなのかな、こうプレートがかかってるんですね。もう毎度おなじみという感じですが、登録有形文化財のプレートも合わせてついています。こういった古めの建物もすべてね、こうちゃんと綺麗に建てられているので、これ古いけど建てられているというか綺麗になっているので、これなんか最近作られたあのレトロ風に作ったやつなんじゃないのとか、逆にそういうね一周回ってそういう風にさえ思わせてしまうような綺麗な佇まいです。でそれから門司港のレトロな建築群の中でも最も看板的存在なのがこのやはり JR 九州旧国鉄門司港の駅舎です。私が高校に上がる直前にですね、この駅は解体なんかしませんよ、のリニューアル工事ということで、いろいろと手直しをするために工事に入って、私が初めて門司港を訪れた時にはもう早速ですね、すべて覆われていたんですが、近頃回復してきまして、まだ完全には治ってませんが、随分と立派な佇まいを見せてくれています。いやこれはね嬉しいことですよ。初めてその念願の姿を私も個人的に見かけることになりました。5年間の修復作業も間もなく終わりのようです。これ多分表記は国鉄の時から変わってないんじゃないのかな、多分看板は新しいものだと思うんですが、リニューアルしながらも昔の雰囲気をそのまま留めている感じです。門司港駅のトイレもねすごい大正時代からのずっとそのまんまのトイレみたいな感じで、とてもいいんですけれど、トイレの中はあまり事細かに撮影することは難しいと思いますから避けたいと思います。でそれから昔はこの門司港の駅から下関まで鉄道はつながっていなく、ここが九州の鉄道の終点であって、でここから関門連絡船に乗り換えるということをしていました。連絡船の駅 で青森とか函館とか高松、そして宇野などと同じようなところだったわけですが、昔ここまでやってきた人たちが、列車特急だか急行だか知りませんがそれを降りて、そしてこの地下の通路を通って関門連絡船の方面まで向かっていた、その跡もしっかり残っています。なんか書いてあるの、なんだこれ、旧監視港って書いてある。これは私も知らなかった、ちょっと覗いてみたいですけどね。で詳細は不明ですが、戦争末期軍の命令で設置された渡航者の監視場跡ですと、そんな風にあります。戦時下の不審者を監視する絶好の場所でした。反対側にもあって内部が分かりにくい構造で、ああなるほどこういう感じなのか、なんかアウシュビッツの収容所とかで本で読んだことありますけど、あそこにもありそうな似たような光景です。昔の連絡船がこういうやつだったんでしょうね。あの関門連絡船っていうのはでもあれだな、戦争末期の時にはあのもう関門トンネルは開通はしていたはずですけれど、多分渡航者のっていうことだから、あの国内便以外はまだここから連絡して出ていたんでしょうね。戦前らしい立派なこういったところの装飾もまた見ることができます。階段のこの曲面加工とかも結構すごいですよね。